10レース2乗戦1着で勝ち上がりました茨城の吉田拓也選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。埼玉の山口選手を前にっていうレースでしたけども、作戦はどういう作戦だったでしょうか。前か前集団かって作戦で、前取れたら突っ張れた作戦だったんですけど、渡り口君がすごいスピードでかましてきたんで、そこは入れてもいいんじゃないというふうに作戦はしてたんで、飯田選手が来たところは普通に突っ張って何もなければそのまま行くし、ね、まあ、全部作戦会議の中ではあった想定通りですよ。想定通りで、大川選手が渡り口選手の車間がだいぶ空いたところを、詰めていく形になりましたけども、あそこはどうですか。踏んでる、前の感覚とか前がそうですね、大川さん追っかけてる状態で多分あそこ行ってるんで強かったですね。強かった、はい、最後は、しっかりと差し切ったと思うんですけど、連日の番手戦で、昨日は、ちょっと小林選手と共倒れって感じだったと思うんですけども、足の状態はいかがでしょうか。昨日より今日のいい感じしましたね。後ろが芦澤選手で、地元ですけども、お互いにやっぱ気持ちが入ってますね、2人とも。タスさんはの方が異常に入ってる感じですね。異常に入ってます。はい、分かりました。弟の結城選手もなんか4着で上がったということで、決勝までいければ、まずは僕が勝ち上がらないとお互いそうですね。わかりました。では、準決勝その後に向けて意気込みをお願いします。決勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。